皆さんこんばんは。エンドポイントのショケケです。今日はあの車の、バッテリーを交換して、それの、 あのテスト走行編ということで、これからあの車を走らせていこうと思うんですけど、まあ、 あのいろいろバッテリーを交換して変わったなっていうふうに思うところがあるんで、そちらの方を、自分の、まあ、個人的な感想ですけど話していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは今自宅前なんですけど、これからあの車を走らせて、あのちょっと雑談をしながら、紹介をしていきたいと思いますね。それではよろしくお願いします。皆さんこんばんは。エンドポイントのショケケです。今あの港未来の近くにいるんですけど、今日はこの前あのオプティマのバッテリーを取り付けたんですけど、まあ、それ の、 あのテストドライブっていうかテスト走行編ということで、動画を上げようと思っているんですけど、まあ、どんな感じかっていうふうに言いますと、まあ車っていうかバッテリーを交換したことによって、あの自分で体感できることがいろいろあったりしたんで、それをあの紹介しようかなっていうふうに思います。で今あのちょうど信号待ちなんで、あの紹介したいんですけど、アイドリングストップからの立ち上がりですね、これがあのすごい速くなりましたね。で今青になると思うんで、これですね、今まであのアイドリングストップからまたクラッチを踏んでエンジンがかかるときにあのワンテンポ遅れてたんですけど、それがあのスッとかかるようになりましたね。で、まあ、これはちょっと比較って難しいんですけど、自分も新車で買った時ってこんなにアイドリングからの立ち上がりが早かったかなって今考えてるんですけど、もしかしたらただ単にバッテリーがなくなってきて立ち上がりが遅くなっただけかなとかいろいろ考えたりしてるんですけど、まあ、交換前と交換後だったら明らかにこのアイドリングのから の、 あの立ち上がりが速くなりましたね。これが体感して分かることですね。で他にはですね、まあ、一番大事なところ の、 オーディオのまあ、感じなんですけど、それっていうのもこれ明らかにこれ体感できるレベルで音が変わりましたね。で何が変わったかっていうと、まずノイズが少なくなったのと、あとは高音のトレブルっていうのが、まあ、高音域の部分が今まで例えて言うんだったらこう山っていうか、そこの高音の部分の山がはっきりしてなかったところをトレブル上げたりして調整してたんですけど、その山がこうはっきりこう出るようになって、まあ言い方悪いですけど、キンキンするようなそういう音が出るようになったっていうような感じですね。でまあ、音がそのクリアに聞こえて、その高音域がだいぶ聞こえ方が変わったんで、これは本当に明らかに体感できるレベルで の、 変化っていうところで、やっぱり音質向上っていう風に歌ってるだけはあるなっていうのは思ったんですけど、あと他に変わったところっていうのが、まあ、これはちょっと関係あるかわからないんですけど、
あのアイドリングが静かになったっていうか、あの全体的にあの車が静かになったような気がするんですよね。これはちょっと本当に気のせいかもしれないし、まああんまり、あそうなんだぐらいで聞いてくれればいいかなっていうふうに思うんですけど、自分の体感ではそんな感じがしますね。ただこれ皆さんにはっていうか、もしこの動画を見られてオプティマのバッテリーをつけてみようっていうふうに思った方がいれば、ちょっと待っていただきたいなとは思うんですけど、で自分もYouTube とかで他の人のオプティマの取り付けの動画とか見たりしたんですけど、あんまりメインでこのディープサイクルバッテリーを使ってる人がいないんですよね。だからやっぱりスターターバッテリーの方が一般的だと思うし、あとはもしかしたらこれ例えば本当に半年に1回ぐらいでバッテリーがなくなっちゃうとか、そういうこともあり得るのかなとか思ったりしてるんで、自分もちょっとあんまり人に聞かないでっていうか、いいとこばっかり見て買っちゃったところはあるんで、これから動画を上げるときに、もしそういうふうにバッテリーが上がっちゃったよっていうことがあれば、雑談みたいな感じで話そうとは思うんですけど、自分のそのなんていうんですかね、様子を少し見てから買った方がいいんじゃないかなっていうふうには思います。本当に自分も誰か他の人を見てバッテリーをその交換したっていうわけじゃなく、勢いでっていうかそういう感じで交換しちゃったんで、メインに持ってきたのはあんまり良くなかったかなっていうふうに思うんですけど、オプティマのバッテリーはイエロートップとかレッドトップとかブルートップっていう感じで種類が分かれてて、それぞれその色によって用途っていうのが分かれてくるような感じなんですけど、その中でもイエロートップっていうのは車向きっていうかそっちの方に設計はされてると思うんですけど、自分の調べた限りだとあまりにもちょっと使ってる人がいなくて、どうなのかなっていうふうにちょっと思ってるところがあるんで、皆さんにはあんまりおすすめしませんね。でもしバッテリーが上がった時に普通だったらなんて言うんですかね、バッテリー上がりの時に車と車でつないでエンジンかけられるっていうような感じだと思うんですけど、このディープサイクルバッテリーだとどうなのかなっていう風な感じも、そこら辺もちょっと微妙な感じですし、いろいろまだわからないことがたくさんあって、もしこの動画を見られて情報っていうか、あこれはメインのバッテリーじゃないよとかそういう情報があれば逆に教えてもらいたい感じですね。で とりあえずはそのバッテリーのところに近々バッテリーの残量のゲージみたいなのは、レベルゲージみたいなのはつけようとは思ってるんですけど、それでボルト数とかそういう、電圧とかを管理してちょくちょく見たりして、そのバッテリーの様子を管理しようかなと思ってるんですけど、自分の中では3年ぐらい持ってくれれば合格点かなっていう感じはしますね。
なんて言うんですかね、まあ、3年持って、また充電して、ほぼ元に戻るんだったらオーディオも良くなったし、あとはやっぱり車にいろいろ電装品とかついてる車っていうのにはディープサイクルバッテリーが向いてると思います。ただ一番いい使い方としてはメインをスターターバッテリーをつけて、トランクとかサブでそういう電装品関係のものをの電源をそこから引っ張ってくるっていうのが、まあ、一番ベストなのかなっていうふうには思いますね。まあ、そういうやり方が一番いいんじゃないのかなっていうふうには思いますけど、まあ、なんせもう自分は変えちゃったんで、もうそこで交換っていうのはできないんですけど、まあ、もしこれで本当に3ヶ月ぐらいでバッテリーがなくなるようなことがあれば、まあ、やっちゃったなっていう感じはありますね。本当にあんまりこれ出てこないんですよね。なんかね、いろいろ Google とかで検索したりとかしてもなんかいいんだか悪いんだかちょっとよくわかんないし、あとはそのメインで使ってる人っていうのがあんまり自分の調べた限りでは見つからなかったっていうのがあるんで、なんかそういう周りの人がやってる人がいないっていうことはちょっと不安になりますね。まあそんな感じで、まあ、自分がそのなんていうんですかね、ドライブの時のドライブとかそういう旅行の時でもそうなんですけど、自分のその失敗を皆さんが見てもらってそれで生かしていただければいいなっていうふうに思うんで、もしこれもちょっと失敗だったら皆さんはちゃんとスターターバッテリーを買ってそれで、まあ、車をっていうかドライブしたりとかいろいろ旅行したりしてもらいたいですね。最後にですね、車の音楽をかけながら、こっちの方っていうか走っていきたいと思いますんで、まあ、音の違いっていうか比較じゃないんですけど、音を聞いてもらっていい音か悪い音かっていうのをちょっと判断していただければなっていうふうに思うんで、最後に音楽を流していきたいと思います。今ちょっとオープンにしたったんですけど、本当だったらクローズの方が音の広がりはいいと思うんですけど、まあ、オープンで行きたいと思いますんで、それでマイクは正直あんまり良くなくてっていうか、普通のワイヤレスマイクなんで、音はそんなに良くないからここの車の中の音が再現しきれないかなとは思うんですけど、まあ、少しでもなんかちょっとわかるわみたいな感じで感じてもらえればいいかなっていうふうに思いますね。で、それでは音楽をかけていきたいと思います。
皆さんどうでしたかね。あの今あの曲を少し聴いてもらったと思うんですけど、まあ、こんな感じでちょっと今オープンなんで音の広がりがあの、まあ、ちょっと分かりづらい部分はあると思うんですけど、あのこんな感じで音楽を聴きながらいつも自分はあのドライブしたりしてますね。まあ、こういう風に話す時以外はですね、まあ、ちょっと大事なことを忘れちゃったんですけど、こんな感じであの音楽をあの皆さんに聴いてもらいました。それでは、まあ、今回の動画はこんな感じで、また次回の動画で楽しい動画を作りたいと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。エンドポイントのショケケでした。